はい、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。じゃあ、こんにちは、こんばんはですね。はい、今日はタイトルは、今日はタイトルは新年度初ライブ&お花見ライブ。はい、新年度初ライブ&お花見ライブということで、ね、はい、何が入るかよく分かりませんが、今日はですね、素敵なあのアーティストの皆様、合計7組ですね、この後登場されますので、最後まで楽しくやっていければと思う次第でございます。最初やらせていただきます。私は中西隆と申します。実は話をするのが大好きでして、ご存知の方もいらっしゃるみたいですけどね、結構喋り倒して、今日は入れ替え込めて30分ということなので、3曲歌えたらいいかなと思っとる次第でございます。ね、ヤジとかですね、大歓喜で、ありがたいことにですね、今日面識のある方もいろいろいらして、ね、初めての方もいらっしゃいますけどね、初めてですよね。初めて、はい、初めての方はちょっと覚悟しとってください。違う、そんな、ね、そんなこと言っちゃいけない。はい、そうこう言いつつ、ちょっとね、まだ仕込みが足りなくてですね、僕は不謹慎と言われるかもしれない。やっぱりちょっと飲んでやっちゃうんですね。飲むと気持ちがよく、気持ちがよくてっていうか、飲んだ方が喋りも饒舌なんですよ。今日まだちょっと2杯なので、ね、ちょっと喋りがおぼつかないところあるかもしれませんが、じゃあちょっと1曲とりあえず聴いてください。ちょっとバランスがいいかな。オープニングの曲なんですね。オープニングというと、オープニングの曲は大振りして短いことが多いです。ですよね。なことないですか。今のね、ビートルズ様の曲ですけど、様はあえてつけさせて、僕ビートルズ大好きで、中学の頃、かれこれ40年前に、そのビートルズのコピーバンドに参加させてもらって、それが中学の同級生と一緒にやりだして、でそこからちょこちょこ、ずっと腐れんで、ずっとで最近ちょっとやめてないんですけど、でこのマスターね、皆さん何て呼んでますか、ね、このマスターです。じゃあマスターと言ってきますけど、ちょっと違う呼び方、僕らの中で違う呼び方があるんですけど、あとは、高校の同級生で、
仲良くさせてもらっていて、ちょっとね、喋りがね、調子悪い今日は。なので、路線を変えてですよ。では歌中心でいきますかね。ありがとうございます。あ、で、ちょっと真面目な話していいですかね。あの、まあ、ビートルズもそうですけどね、あのジョンも亡くなってて、ジョージも亡くなってて、でポール・トリングは健在ですけど、まあ、その音楽のアイドルの人たち、いろんな、僕いろんなあの人大好きなんですけど、やっぱりじゃないけど、ちょこちょこ残念なことに、あちらの世界にちょこちょこ行かれてるですよね。で、まあ、あの音楽だけじゃなくても、あの最近ね、あちらの世界に行かれた方なんで、で、特にそうです、あの西尾高校なんですよ。西尾高校の先輩に、小山真美さん、小山真美さんってご存知ですか、わかります？ですね、しまったな、お話しないで、あられちゃんの声をやってる、あ、合ってるかな、多分そうです。で、あられちゃんの話になると、鳥山さんが亡くなられました。で、もう一人、あのアニメ界のね、とても大事な人がやってる、ちびまる子ちゃんの、ね、声をやってたさくらももこさん亡くなられましたよね、ということで、なんかこう、あの、ま、アニメ僕大好きで、こうほんわかするじゃないですか。で、オープニングとかエンディングのテーマは結構すごい人が歌ってたり、いい曲がいっぱいあってですね、ちょっと一曲あのちょっとね、立ちますけど、あの僕、あの、あ、大丈夫ですか、まだ大丈夫です、はい、OK、こんな曲が あります。今すぐおしゃれに行き
いっぱい夢見ることなら目いっぱい半数おしゃれに着替えて友達探しに行こうよ。次はね、ジャンルメッシュですね。なるほど、ちょっとじゃあ皆さんに、希望を聞きますので、宇宙の話と映画の話とどっちがいいですかね。宇宙の話。宇宙の話ですか。いやそうか、あ、宇宙の話ですね、はい。宇宙ってね、134億年ぐらい前に生まれたらしいんですよ。でちょっと諸説があってね、あのその134億年ぐらい前に、あの聞いたことあるんですよ、ビッグバンってね、ビッグバンっていう爆発、それはその、もともとこの何もなかったところに爆発が起きて、でそこからこう宇宙空間がすごい勢いで拡大して広がって、今もあの今まあちょっと屋根があるんですけどね、あそこって言ったらあそこがこう向こうに向かってすごいスピードでこう広がってるらしいです。であのちょっと最近はそのビッグバンより前にもなんかあったらしいなっていうような説も出てたりしますけど、で何を言いたかったんですか。星っていうのはねすごいねロマンティックじゃないですか。そういうのないですか。いやロマンティックあの、ね、ロマンティックっていうのもあるけど、あのあれですよ、なんかいろいろこう悩んだりとか辛いこととかあった時に、あの夜空をこう見上げて深呼吸をするとですね、なんかちょっと気が晴れたりするかなみたいなのがねあったりすると思うんですよ。あそうか、もういろいろ話したいとか、あでもいいです、わかりました。宇宙の話をして一応解説すると、この後に僕は宇宙の話をしたら、星の歌を歌う予定だったんですけど、星に願いをって書いてありますね。May you wish upon a star make no difference where you are.あと2曲僕はやらないといけないのがあってですね、で、さっき言った2択の映画関係で、これも話をするとこれで5分
10分いっちゃうんですけど、ちょっと前にあのすごくとても流行った映画ありましたよね。あります、音楽関係クイーン、クイーン、ね、ありがとうございます。ボヘミアン・ラプソディです。でちょっとこれあの本当はこれについて、うん、ちょっと話したいことがあるんですけど、時間がないのでボヘミアン・ラプソディの曲ギターですすごい歌ってみます。あの途中でオペラ調のとこが出てきます。ここはね、あの真剣に聴いちゃうとあのいけないとこなんで、こう笑いがあるといいとこですか。あるいはその皆さんも一緒にね、なんかさっきの歌もそうですけど、一緒にこう声を出してもらうといいかな。It's just a real life. It's just a fantasy. Call it a lifestyle. Do we keep on reality?Open your eyes, look up to the skies, see. I'm a super boy, I need no sympathy.Anyone can see. Nothing really
調子がですね、普段はこんなんじゃないですね、もっと饒舌に喋りますからね。また本当かよって思われる方いらっしゃいましたら、僕の名前を見つけたらですね、またライブ足を運んでいただけるといいかなと思います、ね。あ、1個だけ、実はピンでもいろいろやってますし、バンドとかユニットもちょっといろいろやってて、ちょっと聞いてると来週ですね、この同じく西尾の、西尾ってお城が昔あって、でそこをちょっと再現したりとか、あとそのお城の、近辺のなんかこの絵系とかいう、どういうあれか僕よくわかんないですけど、由緒あるって言ったのがあるんですよね。そこに今行くと、お茶を出していただけて、でにお庭がありますっていうようなことをこうやれるようなところですけど、そこでライブを、バンドのライブをやる予定がございます。また興味があるようでしたら、Facebook やってますので、つながっていただいて連絡いただければ。それとあと、その次の翌週が4月の21、22日が西三河フォークジャンボリーっていうのがございまして、でそこにも僕は21、20日に出させてもらいます。それはまたその今のバンドと違う、知る人というか今野邦彦君っていうちょっと若いハーモニカがめちゃめちゃ上手くて、歌も歌う、曲も作るっていうすごいやつがいるんですけど、そういう人を2人で出させてもらいます。それはですね、暴れるんですよ、ステージで。ここでも暴れたことありますけど、それも興味ありそうでしたら、時間がなくなっちゃった、はい、ということで最後にね、もう一曲の皆さんと一緒に歌いたい、ね、今日は一緒に歌いましょう、ザンマイということで、はい、これはね、ポール・マッカートニーの曲なんですけど、もともとメアリーの子羊っていうメアリーさんの羊っていう歌あるじゃないですか。あれは童謡なんですね。でそれにポール・マッカートニーが曲をつけました。こんな感じで。ここでね、この iPhone をちょっと持っていただけるとありがたいですけど、いいですか？あ、申し訳ないですね。持ったら最後ちょっと結構いろいろ申し訳ないですけどね。僕が映るようにいろいろやっていただいて、僕が映るようにというのはちょっといいじゃないですけどね。はい、はい。Maybe had a new life, peace, white and soul.
申し訳ないですね。はい、じゃあいただきます。はい。